佐藤です。ローマ人の物語、この、4ですね、ユリウス・カエサル・ルビコン以前、この、まあ、40に立つを終えて、三党政治ですね、なんとかやっと理解というか、このカエサルとポンペウスとクラクスですね、一番、カエサルにお金をこの、借金お金に与えていてるクラクスですね、その3人が手を組みましたですね。はい、前回の引き継ぎとなりますけど、一回、この私事ですけど、このですね、このどこまでしたか、してなかったですね。はい、前回、この、40に達する6をちょっと、収録したんですけど、どこか行ってしまいましたけど、はい、ちょっと、では読んでいきます。この三党政治の2回目ですね。はい、三党政治、この、前回の復習ですけど、いつどこでどのようにポンペウスと接触したのかは知られていない。カエサルですね、アルバの別邸にカエサルの方が訪ねたかもしれない。独裁しか年が違わないのだから、もちろん知らないわけではない。知名度では格段に違う2人だが、ポンペウスはカエサルに対して好意ならば持っていた可能性は十分にある。この7年前の海賊一掃作戦の際、またそれに それにすぐ続いた東方遠征に際しても、ポンペウスに大権を委ねるのに反対であった元老院の中で、キケルと共に賛成した一人がカエサルだった。ただし、ポンペウスの遠征中に彼の妻のムチアをカエサルが寝取ったという一時があったが、ポンペウスは、ムチアに未練がなかったのか、二人の男の間ではそのようなことは障害にはならなかったようである。この密かな協約が二人の間で結ばれた。ポンペウスが旧部下たちに動員をかけ、彼らの票でカエサルの当選を助ける代わりに、執政官となったカエサルはポンペウスの旧部下たちの農地寄付と、ポンペウスが組織した、オリエントの再編成案の承認を実現させるという協約である。これでカエサルの当選は確実になった。しかし、二者連合ではポンペウスとカエサルの力関係が釣り合わない。ポンペウスの方が断じて強いのである。それでこれもまたカエサルの提案で、クラスススも加えて三者連合にすることになった。研究者の多くはクラスススを超えたのはカエサルが最大債権者を無視できなかったからだとするが、カエサルとお金の項で述べた理由で、私はそれには組みしない。私の考えでは最大債権者であることでカエサルという不良債権を見捨てることができず、それゆえにカエサルを助け続けるしかなかった。クラスススを超えることで自分とポンペウスの間の不動病関係の均衡を図ろうとしたのだと思う。クラックスへの参加の呼びかけは、まあ、究極容易であったろう。まあ、結構大変だったということですね。ポンペウス には敵対意識を燃やす、クラックスのことだ。ポンプエスが一枚噛んだとすれば、彼も噛まないでは、夜も眠れなかったからである。終局良いであったろうかな。逆に簡単ってことかな。ポンプエスにクラックスの参加をなくさせるのは、少々難しかったかもしれない。二人の中の悪さは有名だし、ポンプエスはクラックスを常に一段低く見ていたからだ。しかし、クラスススは経済界の代表人である。ポンペウスとて自分が制覇した東方の統治が順調にいくかいなんかは、経済界の協力一環にかかっている現実を知っていた。
そして、クラクスの方もそこで協力することは自分が代表する、騎士階級経済界の、市場の拡大になるのが分かっていたのはもちろんだ。はい、これが前回までの、復習でしたけど、ほぼ あれですね、初めてこのカエサル、ポンペウス、クラクスですね、力関係が、ポンペウスと関係、カエサルとポンペウスではちょっとポンペウスの力が強いということで、カエサルはこのクラクスですね、クラクスとポンペウス仲が悪いですね。このクラクスの方ではそれではないですけど、ポンペウスの方がクラクスを下に見る。でも、実際、この現実的に見るとクラクスと経済界と手を組んだ方がいいということですね。はい、前置きなくなりましたけど、この三党政治の2ですね。こうして紀元前60年の春から夏にかけて史上有名な三党政治は成立したのである。40歳を迎えたばかりのカエサルは圧倒的多数で執政官に当選した。すごいですね、最初の当選ですね、最初の当選してますね。元老院派の推した2人のうちでは、ビブルスだけがようやく2位に食い込んだ。しかしカエサルの当選が決まった後も元老院派は半年近くもの間三党政治の存在を知らなかった。秘密に保つ必要が三党にはあった。なぜならそれがローマ人の慣れ親んで来た生態とは全くの別物であったからである。カエサルの草案であることは個々の歯科の一致する三党政治だが、その評価となると必ずしも一致しない。古今を投じて体制を占めてきたのは、3人の実力者が相互の私益に利するのを目的に結んだ同盟関係という意見である。ポンペウスとクラクスの2人に関してならば、それが妥当な読み取りであるのは私も賛成だ。そして解散に関しては、目的の半ばは眼前の利益、その場合は彼の私益にあったのは私とて、同意するにやぶさかではない。だがカエサルという男は、女や彼の子でも私立に示せたように、一つのことを一つの目的でやる男ではないのである。つまり私益は退役、ひいては公益と密接に結びつく形でやるのが彼の宿である。なぜなら私益の追求もその実現も退役ないし公益を利してこそ従前なる実現も可能になるとする考えに立つからである。この考えは別にカエサルが天才で、あったから考えつき実行できたことではなく、我々凡人の多くも意識しなくても日々実行していることである。自分自身のやるべきことは従前にやること、私益から退役から公益となることによって、なぜなら人間の本性にとってこの方がよほど自然な道筋であるからだ。ルネッサンス時代の政治思想家マキアヴェリーもこの考え方の市民権を強く主張した一人であった。つまり公人であろうと、その人の私益の追求は認められるべきである。となぜなら、私益の追求を公認することこそが、公益の実現にもより健全で、より恒久的な基盤を提供することなのだ。として、三党政治という新システムの樹立によって得る解散の私益は、出生官当選という予想される元老院派の犯行に対しての執政官任期中の強力な与党の確保であった。そして退役は与党ポンペウスとクラクスへの利益誘導であったことはもちろんである。では公益はカエサルの考えでは何であったのか。はい、ここまで、でしていきたいと思います。すごいですね、この、カエサル本当に、
目から鱗ですけど、この手を結びましたですね、ポンペイスカエサル、この、引き続きこの三島政治の行方がどうなるか見ていきたいと思います。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。次回三島政治引き続きよろしくお願いいたします。また政治をもらいたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のローマ人の物語ルイス・カエサル・リブコン以前でお会いいたしましょう。マサトでした。シャゲネス、パッションプロジュ、シャロム、シャロム、シャロム。